そうしましたらね、コーヒーぐらい入れさせてもらいますか。まあ、暑いな今日。暑いな。でもコーヒーは美味しいよ。え、そりゃそうだね。やっぱり絶対こっちの方がうまい。もうやっぱ本物はやっぱ本物やなってもう思わされるから、うんうん、いつもあの何、コンサルとかで、うん、ちょっと都会のね、うん、大会社で働いてる人らのコンサルの時はわざとこんなんでキャンプグッズでやるって言ったらめっちゃ喜んでくれるから、うん、こうやってコーヒー入れんの、自分のためにコーヒー入れてないでしょって、うん、誰かに入れてもらったばっかりで、すごい、山登りとか行った時いつもこんなん欲しくなってて、これスノーピークさんが一番いい。そうなんだ、やっぱすごい出来いい、これは。早いっすよ湧くの、瞬殺やで、まあ、一応衛生面気にしてちゃんと箱を残してるというのが偉い絶対捨てる人やのに、めんどくさいけど、なんかちゃんと洗ってるアピールね。あ、綺麗綺麗、うわすごい、これだけなんですよ。こっちに安定はいける、こぼしたし、こぼしたらやけどする、やけどなんですよ、うん、600入れておきましょうか、うん、残った白湯ですね、残したいからちょっと悔しい、うん、いいかもいいし、ま、任せる、でしょ、もうちょっといる、600、いやいやこれ600、あ、これ600ね、500ちゃんと考えて買うよなんで普通500やんか、ベッド、これね、500じゃないやつ売ってんの、ね、これだいぶでしょ、うん、ね、うん、で、すげえんですよ、ターボやから、うん、このぐらいの距離で、うわ、怖、うわ、これこれ、すごいな、すごいでしょ、大丈夫、大丈夫、かっこいいでしょ、かっこいい、これどれぐらいこう、まあ、なくなったら消えるもんな、うん、でまた変えたらいいな、うん、熱いよな、熱くなってな、これ、へえー、この辺の方は熱ないけど、湯気のとこ熱い、すぐできちゃうの、ほんと開けとかんでいい、開けといた方がいいじゃん、不安になる、不安になる、沸騰、吹きこぼれせえへん、いや見といてこう怖いやん、おすすめね、 12g 入ってる、これがコーヒーの一番いいというドリップコーヒー、とこ茶だね、これしか僕は買わないですよ、これさ豆だけで売ってない、うわね、出してない今は、あ、そうか、あのね、やっぱこだわってやってますから、うん、人の入れ方で味変わっちゃうから、あ、これの方で入れてもらった方が、これで入れてっていうね、あ、まあ、親切な、香りがちゃいますからね、うん、ね、ぜひ100点です、うんうん、もう出来上がるんでお待ち、はい、すごいで、ジップロックで持ち歩いてる男ちゃんちゃんと CM だからね、まずね、20秒ぐらいでね、蒸して、はい、ね、はい、普通の濃さやったら全部、うんうん、すごいですね、もう開けてるやん、もう半分いく、ほんまや、まだ早いですよね、これ開け、うん、ね、普通の濃さでよかったら浸して10秒か20秒、そうやね、浸すっていうのが、うん、これ初めて、初めて、初めて、普通浸さない、そう、すごいでしょ、でも私も濃いめが好きやから、ああ、じゃあ10秒20秒割と出す方すげえ楽なんですよ、こういうの、うん、でこれさ、面白いのが、うん、目利きの人はこれでいいよって言えるけど、俺は目利き分からへんから何度か分かんないですよ、だってよく見たらマニュアルでは90度じゃない、コーヒーって、うん、でもよく分かれへんねん、いや分かんないでしょ、これ今何度、これでもちょっとグツグツ言ってるからもういいような気もするけど、じゃあ手入れて、いやいや分からへん、ちょっと私 あれ家にあったの、温度計やったの、ああさすが看護師さん、温度計そうそういいと思うんですけどね、うん、じゃ行ってみましょうか、うん、おしゃれよ、うん、だから僕よくこぼすんで、今度山登り行こうか、山登り行きたくなるわ、そんな、大体カップラーメン食べるね、んで一回蒸しましょう、20秒で、うーん、こぼすいや、これは言えにくい、もうそれはしゃあないね、うん、ほんとスノーピークさんなんとかしてほしいな、このカップラーメンとか言うやん、カップラーメンとか絶対美味しいやもん、うん、いやもういいいいです
これを入れ続けて、うん、3回に分けて入れて、うん、満タンになってから20秒沈めて、うん、それでポイチョですね。こんな入れ方はね、ほんとここまで効かんとわからんかってんな、うん、もっとむっちゃ蒸して細い、うん、ね、ジョウロみたいなやつに入れて、あー、よく入れてるよね、なんかコーヒーとかね、うん、泡吹かして、うん、豆を開かしてみたいなね、うんゴミ袋持ってきますんで、ちょっと待ちよ、うん、どうぞ、うん、全部ついてから20秒やったね、さすが床茶さん気に入ってんで床茶さんに見てもらうのがね、ほんまやな、ね、いや、ほんとね、あの人が入れると毎回味一緒、うん、ああ、そうなんや、ほんびっくりするぐらい、驚きでしかない。あれ何秒だったっけ？数えてない。もういけるかな。うん。どうぞ。わあ。いただきます。いただきます。座りますよ。椅子にもなる。そう、これがね、ダルトンのいいとこなの。どうぞ。おかきやすい。おいしい。マサワ君はでも。じゃ、俺、今気づいてるの。あれもう。コップないの。ちょっと待って。お客さんが持ってったな。洗っといてって言ったら。一緒に飲もう。うん。じゃ、洗っといてって言ったら持って帰られたな。そう、だから1個あれ？じゃ、2つあるんですよ、同じのが。うん。青と黒でね。で持って帰れたの。